台風で荒れっぱなしになっていた山道の倒木とか古竹などを切りに伐採に来て、大体は軽トラック1台は通れるようにしたんですが、この枯れ木は重みで下のバナナの方にもたれかかるようにずり落ちたので、これから下に降りていってバナナにまたがっている枝1、2、3、3本ぐらいありますね。それを切ってからまた上から引き上げないと、ちょっとバナナ無理するとバナナを折ってしまいそうですね。さて、これから降りていって下から眺めながら作業してこようと思っています。まあまあの結実をしているムサドワフナンワの親株、これですね。これとよばんめに出来したこれ、まだカシの太りは少ないですね、の親株2本にあの木がもたれかかって、バナナをちょっと曲げていましたので、枝を切って上に引き上げようと思ったら、ちょっと恐れていたんですが、重みで下に落っこちてきましたので、今この辺の子株と上の親株に差し支えないように傍らに寄せて止めてあるんですね。これはもう切れるところは後から切って、上に上げるのは諦めて、このバナナ周りで処理するより他ないですね。これはそちらのも太ってきていますが、カシスはそんなに多くないですね。50本以上はついてると思いますけどね。台風で煽られっぱなしだったこれは、ちょっとだけまだ黄色くなったものが残っていますね。これはそうですね、そちらのがもしかすると来年出来になるかもしれませんね。これとこれは掘り上げて、この親株を切断した後掘り上げて、下の方にでも植えた方が良さそうですね。そうすればそちらの次の親株からの子株が下の方に出るかもしれませんね。そちらのも中央の親株を切断したら、右側の太い方を残しておけば、これは再来年は出来しますね。左の方のは
やはり掘り上げて下の方に移した方が良さそうですね。こちらの一番良好な結実のバナナ苗周りは 1,2,3,4 4本小株出てますかね。これはなるべく中央に近いのを残すとしたら、まだ小さいですが、来年これを残して、これと向こう側にもう一本ちょっと見えてるんですが、2本残しておいて、これとこれはこちらのコンクリートに近いので、ここと下に近いので、やはり掘り上げて下の方にですね、コンクリート区画の中央に1本ずつ植えた方が良さそうですね。これは熟せば美味しそうなドワーフナンワになるように思われますね。ちょっと曇ってきましたので、昼もだいぶ過ぎたと思うから、そろそろ山から落っこちてきた木を一応カットしたので、そろそろ引き上げようと思いますが、台風20号と21号に煽られて、下肢肥大の途中でかなり傷んだ花房がありましたが、木にぶら下がったまま皮がこんな風に黒くなっていましたから、食べてみたら結構甘くて美味しいんですが、いかんせん肥大途中での被害でしたから、まあ食べがいはさほどありませんね。まああちらとこちらに期待したいと思っていますがね。やっと朝晩涼しいというか、ちょっと寒く感じる時も出てきましたね。まあ11月中旬ですから当たり前なんですが、これまであまりにも気温に恵まれていたので、いつもだったら11月初めぐらいからちょっと寒いなぁと感じて、小春日和といっても年内に 1-2 度、多くても 2-3 度あればいい方だったんですが、連日小春日和みたいなのが続いていたのはあまり記憶にないんですが、まあ降雨量とそれから日照の具合が台風4つとともに本年はいろいろな植物に影響を与えたように思いますので、来年はどうなるんだろうと思いますがね。
まあ自然栽培ですから、できたらできたで収穫して食べて、できない、あるいは収穫が少ない時にはそれはそれでしょうがないということですね。